タマス速稼塾の久保です。この部屋見てください。すっかりと応接室が出産準備ルームになりました。で、昨日ですね、レクサスのショールームの方に行ってきたんですよ。これはいただいたんですけども、そこで気づいたことがありました。こちらね、NX っていうのと RX っていうのを勧められたんですけども、私はですね、レクサスっていうのがずっとね、ショールームに1年に1回ぐらい行ってたんですけども、この街に来て行くのは初めてだったんですよ。だから3年ぶりになります。それまでは1000万から1500万ぐらいのね、LST シリーズと460とかね、600っていうのをずっと見てたんですけども、今回そういうのがショールームなくて、この2つが売りだったんですよね。そこで最初の気づきなんですけども、単価がね、ずいぶん落ちてるんですよ。昨日お勧めいただいたのは600万から800万のグレードなんですよね。で、内装はものすごく今までのものと引けを取らないぐらいになってます。こういう風なね、やっぱりレクサス高級車だなと。で、いろんなね、機能も装備ももう十分、やっぱり歴代最強になってましてね、いや、さすが進化を遂げる会社だなと思うところがあります。で、実際に試乗はできなかったんですけども、実車をですね、ずっと見せていただいたりとか、プレゼンを1時間ほど受けたんですけども、これはね、やっぱり、セカンドカーというか、私の場合は何代目だこれ、今年5代目になるのか、すごくね、600万切るような価格で NX ってのはどのタイプも出てたりとかで、オプションが基本的にないというね、オプションはもう考えなくていいように全部一括の値段に入ってるんですよね。カーナビとかその他のいろんな機能とかも、で、オールインワンパッケージで出てるんで、レクサスかなりね、お値打ちになってるなという感じなんですよ。時代が変わったのか、それとも所得に合わせてこうなってるのか、本当にね、レクサスっていうのが超高級車から一般大衆車になってきたんだなってことを感じました。まあ一般大衆車といっても、やっぱり金額的にね、600万から800万っていうのがプライスゾーンですから、おいすると手が出せないものではあるのは間違いないんですけども、ちょっとね、レクサスを足というかね、ここ、まあすぐには買わないですけども、ここ1年ぐらいのちょっとスパンでね、検討してみようかなと思いました。そのぐらい魅力的な車になりました。なんですかね、もうなんていうか、超高級車ではなくて、高級車なんだけども大衆車みたいなね、昔のクラウンとか、マーク2まではいかないけども、そうですね、本当にセルシオの延長ぐらいになってきたかなというところですね。で、これはだからハリアーとかいうタイプですよね。で、もうちょっと大きいランドクルーザーみたいなタイプもあったんですけど、あれはでかすぎて車庫に入らないのと、一般道を走るにはできてないですね、さすがに。ということなんで、この2車 NX と RX の2つに、絞ってこれから検討しようかなってところです。まあ、レクサスもね、だから時代に合わせて、ユーザーに合わせて、デザインとかね、機能とかで価格ってのも落ち着いてきたんだなというところでございます。はい、以上でございます。